阪神タイガース3戦連続逆転負け、痛恨の3連敗。阪神が横浜に2対4で敗戦。7月16日以来、後半戦では初めての3連敗を喫した。3試合連続で試合をひっくり返されての黒星は今季初の屈辱となった。負けたで、終わった。3連敗で明日は休み。昨日がターニングポイントだったんかな。 V1 見えてきてワクワクしてきたわ。岡田、18年ぶり2回目のアレが現実味に。まだ慌てる状況ではないけど、嫌な感じではある。流れを断ち切りたい。結果ノイジーと佐藤だけやな活躍したんは明後日からもこの2人に期待やな。ノイジーが延命しただけの痛い負けやわ。一応6本打ってるノイジー。ノイジー当たってきたんちゃう。ミエセス代打が今日一の球場の脇。打線がダメすぎるな。森下をいつまで3番に置いておくんだよ。オリジナルオープンカができた以降の森下翔太さんがな。0000。岡田は坂本の体力面全然考えてないやろ。長坂もうまく使わんとマジでブリーするやろな。まだやムカついた岡田がパイン飴吹き出してからが本当の勝負や。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。